国サウスダコタ州、ヤンクトン出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションは、プレースキッカー。ニューイングランドペトリオッツ、インディアナポリスコルツ等に所属していた。<music> NFL を代表する、クラッチキッカーで、キックの正確性からオートマティックアダムイアイスマンと、呼ばれていた。PROKICKER.com、キッキングキャンプの出身者である。 ドラフトコンバインには招待されず、エリートコンバインに出場した。1996年に NFL 入り、2005年までニューイングランドペトリオッツで聖キッカーを務めた。スーパーボール3度制覇の立役者の一人。過去最長の FG 成功は57ヤード。ルーキーシーズンに出場した第31回。スーパーボールでは21から35で、グリーンベイパッカーズにチームは 敗れている。2001年にフォックスボロスタジアムで行われたオークランドレーダース戦ではブリザードが吹き荒れる中45ヤードの FG を第4球に決めて試合をオーバータイムに持ち込み最後は彼の FG でチームは勝利している。第36回スーパーボールでは彼の47ヤードの FG でセントルイスラムズに勝利しチーム初のスーパーボール制覇を決定づけた。 第38回スーパーボールでは前半に FG 失敗や FG ブロックもされていたが残り4秒で41ヤードの FG を決めてカロライナパンサーズに勝利した2004年のセントルイスラムズ戦ではフェイクフィールドゴールプレイでトロイ・ブラウンへの4ヤードのタッチダウンパスを成功させたこの年 FG33 本中31本を成功 第39回スーパーボールでも決勝 FG を成功させた。2006年にフリーエージェントでマイク・バンダージャットがダラスカウボーイズに去ったインディアナポリス・コルツに移籍。シーズン序盤は怪我で欠場した。プレーオフのボルチモア・レイブンズ戦ではプレーオフ対記録の5本の FG を決めて15から6でのチームの勝利に貢献した。第41回スーパーボール制覇に貢献。 自身4度目の優勝を味わった。2008年、第9週のニューイングランドペートリオッツ戦では、第4級に53ヤードの FG を成功、3点差でチームは勝利した。2009年、シーズン中に右膝を手術、大役のマットストバーが、プレーオフでも起用され、チームは、第44回スーパーボールに進出したが出番は、なかった。2010年、 11月のシンシナティベンガルズ戦では3、FG を成功させた。第17週、テネシータイタンズ戦では残り1分を切ってから、チームの AFC 南地区優勝を決める43ヤードの決勝 FG を成功させ、通算13回目の週間 MVP、スペシャルチーム部門に選ばれた。2012年、第2週のニューオーリンズセインツ戦では53ヤードの、 決勝 FG を成功させた。第9週のマイアミドルフィンズ戦では、第4級に決勝 FG を成功させた。第14週のテネシータイタンズ戦の、第4級に2本の FG を成功、チームの9勝目に貢献した。2013年1月5日まで、第31回スーパーボールでは、デズモンド・ハワードに、第41回スーパーボールでは、 デビン・ヘスターにキックオフリターンタッチダウンを決められている。ありがとうございます。